上層、宇都宮東部連絡道路は、上磐自動車道の八らインターチェンジから、東北自動車道の焼いた IC に至る、総延長約 100km の地域高、規格道路である。上磐道、県央道、北関東道、東北道などの高規格幹線道路を保管し、茨城県のつくば、土浦、鹿島地域集積県と、小山、下立地域集積県を呼び、 栃木県を北部地域集積県との広域交流を促進する目的で現在整備が進められている。栃木県の総合計画である栃木連機プランにおいてコリドールネットワーク構想のスカイコリドールの基軸として位置づけられているほか、茨城県の広域道路整備の基本方針、県土60分構想実現のため重要な都市間、連携軸の一つと位置づけられている。 猛火 IC 南交差点付近の猛火バイパス入り口通行止めの標識によって歩行者、自転車、小型自動二輪車、原動機付き自転車などの通行が禁止されている。本路線は起点となる茨城県南西部から終点となる栃木県を北部に至るまで南北方向の最短経路を構成する道路となる予定である。 全員経路を通じて急カーブや急勾配などの線形の悪い箇所がないだけでなく大きな迂回箇所もないため地図で全容を確認するとほぼ一直線に見える。これは東西方向に伸びる県央道北関東道を保管する幹線道路としての機能にとどまらず、 条件によっては高速道路を使うよりも早く、目的地に到着できる道路として期待できる。具体例として、北関東道モーカインターチェンジから、東北道や板 IC の区間を高速道路を使い、走行した場合、7 0 8トルで45分程度かかる。しかし本路線が全通した場合の同区間の所要時間は35分程度と試算されている。ただし、 自動車専用道路の箇所がほとんどなく、接続道路との立体交差も少ないため、ラッシュ時などの交通量の変化に弱く、高速性、定時性の確保が課題となる。ありがとうございます。